こんばんは、4月13日午後7時になりました。今日は帝国通り始まりました。よかったですね。やはりね、生放送なんてね、今日もねトラブル続きでね、よかったですね。今日は嬉しいです。滑り込みセーフでございます。ありがとうございます。ということでね、今日の松代寒かったですね。もうね、まあ冬ではなかったですけどね、寒かったです。はい、ということで、ね、今日はあの仕事帰ってきてですね、夕方慌ててみたらですね、昨日はあの県議選ですね、選挙ありました。一夜明けた今日の朝はね、なんか新人さんが12名当選したということでね、第一声をね、なんか始めたというようなことでね、新しい県議の皆さんにね、どうぞ頑張っていただきと思います。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日なんですけども、松代美術協会の会長の大瀬さん、そして事務局の宮林さん、そして春の写生会の担当ですか、お港さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。ということで早速なんですけども、大瀬さん、その松代その美術協会っていうのはどんな団体なんですか？はい、簡単に申し上げますと、はい、今から、はい、5年前にこの70周年記念展を開催した長野県で一番古い絵画の絵の団体でございます。絵ばかりじゃなくて版画もありますし、もちろん彫刻その他も展示してるわけですが、75回っていうと一般の公募でこれほどたくさんのもう広告で公募しているわけです。なお、その一部分はこれでございますが、これですかね。はい、これは32回目の展覧会の時に私が書いたもので、雨に当たってもいいようにコーティングしてございます。ああ、なるほどね。そのようにして大勢の方に出品していただくように努力しておるわけです。歴史的なことはまた後ほど申し上げたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。ところで宮林さん、その松代美術協会の活動っていうのはどのような活動をされてるんですか？はい、年間の行事は、現在の会員は45名、はい、男女比率は大体半々ぐらいであります、はい、日本画、洋画、水彩画、工芸分野で活動し、地域文化の向上発展を目的に活動しております。かっこいいですね。はいはい、で春の写生会、それから夏の人物写生会、秋の写生会、松代病院常設展、それから特別展、それから松代美術協会展、それから新近展、特別展として高橋展を開催しております。年間でそんなに活動するんですね。はい、いやそうですか、素晴らしいですね。その後では批評会を必ずやりまして、勉強会を持ってレベルアップにつなげております。素晴らしい活動しますね。というようなね、年間と通じて活動してるんですけども、海田さん、その、はい、春の写生会の担当ということなんですけども、はい、春はどうなんですか？どのような、春は大体松代近隣 の, 風景ということで、開催しています。はい、で去年は東条の杏子のちょうど咲く頃に、やったんですけれども、昨日はね、あんず祭りやったんですよ。そうなんです。はい、にぎやかにしたいななんて思って、去年は松代のちょうど本当に満開のちょうどいい時でした。はい、なるほど。これが、後ろに見えるのがアルプスですかな？そうですね。はい。それでこれが、これはどこですか？多分東条の安住の、どこの辺ですかね。ちょっとこう道がこう、岩沢までは行ってないかなと思うんですけどね。岩沢、岩沢の辺かな。下の方から上の方をと
書いたんですかね、麓から。あ、そうじゃないか。上から下をこう、ね、あ、そう、上から下をね、分かる、はい、すいません、はい、はい、はい、あ、そうですか。それで今年は、うん、あの松代堤公園、はい、あの、まあ、桜堤公園って言ってるんですけど、そこのところで、うん、あの4月23日の木曜日に行います、うん、で、あのどなたでも参加していただいて、うん、あのいいんですけれども、はい、はい、だいたいの午前中にほとんど作品はこう午前と午後だと構成も変わっちゃうので、だいたい午前中に書き上げるような感じにして、うん、あの最後にみんなで持ち寄って、はい、またあの先ほど言われたような勉強会っていうのをやります。それほどの勉強がされるんだ。で、はい、でやっぱり同じ景色見ていても、こう書く人によってね、全然違うのでね、うん、やっぱり自分にないものとか、あのいろんな人の書く感じ方なんかも、もうとてもね、勉強になります。なるほど。はい、もう毎年毎年本当にレベルアップしていくんですね。そうですね、まあ言ってはいいんですけど、そうでない時もありますけど。そうですか。はい、わかりました。それからまた夏には人物写、はい、人物写生ですか。はい、夏はあの、うん、大体人物写生です。はい、で、あの師匠の松代師匠の2階の大会議室にモデルさんに来ていただいて、はい、あのみんなで、うん、約1日ですかね、お昼挟んで丸1日になるんですけれども、うん、制作をします。はい、はい、で、あのモデルさんは大体、うん、まあ、うん、去年は女性の方でした。あ、この方ね、はい、綺麗な方ですね。ですのでね、あ、はい、こんな感じですかね。あ、この方も、はい、あ、大体、はい、椅子に座ってられるところとかなんですけど、人物はやっぱりでも一番難しいので、本当に一日やってると結構疲れるんですけども、やっぱりこれも勉強会最後に、あの皆さん、あのやっぱり同じ人物本当に描いててもね、全然違う絵になっているのでね、すごくあの人の脳を見るっていうのはとても勉強になりますね。なるほどね、はい、うん、今年はいくつっておっしゃいましたっけ。今年はね、7月の、第2土曜日、あ、じゃない日曜日でした。12日ですね。あ、12日、7月12日に、はい、に予定してます。そうですか。もうモデルさんもお願いしてあって、あ、そうすれば、はい、若くて綺麗な女性が来て、私もぜひお伺いしたいと思います。す、ね、私も入れ、仲間に入れてください。はい、ぜひ。今回はちょっと残念ですが、あの男性の方にあらあお願いしてじゃあ私パスしますんで、はい、そうですか、はい、でもあの男性ですけどね、はい、とてもね、はい、魅力のある方なんですよね。あ、そうですか、はい、ま、あ、まあいいです、はい、はい、そうですか、はい、そうおっしゃらず、はい、わかりました、はい、あ、そうなんですか。じゃあ女性も男性もモデルさんはいらっしゃるんですか。そうですね、大体、うん、まあ本当に素人の方なんですけどね。ああ、そうなんですか。お願いして、あの、やってます。あ、そうですか、はい、ああ、わかりました。それであとは秋も写生会があるんですね。はい、秋の写生会はあの大体例年あの一泊で行ってます。おで一泊なのでね、はい、ちょっとあのきちんとこう制作仕上がったりするのでね、うん、あのまたこれも面白いんですけどね、うん、去年はあの大体こう長野に住んでると山ばっかりなので、うん、あのたまには海が見たいってことで、あの直江津港へ行ってきました。あ、直江津ですね、はい、いや綺麗ですね。行った日は晴れていて、まだ、ほうほうほう、あの台風は来てたんですけどね、うん、行った日は晴れていて、あのとても綺麗にね海も見えたんです。清水さん、ちょっと窓を消してもらっていいですか。はい、とてもあの、はい、なんていうのかな、やっぱり長野に住んでると海はとてもね、うん、嬉しいです。あ、いいですね。で次の日はちょっとね、もうあの台風こう来ちゃって、ほうほうほう、あの雨ですかね、雨風でね、うん、ちょっとどうかなとは思ったんですけど、それはそれでまたね、あんまりあの荒れたような海っていうのは見たことなかったんでね、うん、はい、私はすごくね面白かったです。これまたいいじゃないですか。雲がね、あの黒い雲が押し寄せてくるところがね、ちょっと面白かったのでね。この芸術的でいいじゃないですか。そうですか。私もうさっぱりわからないんですけどね、やっぱりいや、なんか本当いいですね。泊まりでね、あの取り組めるっていうのはのすごくあの、うん、まあ、私たち主婦にとってはね、うん、あんまりこうきちんとした絵を描く時間取れないので、うん、あの泊まりで行っちゃうともう全部なんていうかな、あの忘れてできるので、うん、できるのでとてもね、あの楽しく
やってきました。そうですか、はい、それはいい旅行されましたね、はい、今年はまだ場所は未定です。あ、そうなんですか、はい、それで宮川さん、これ一泊なんでその色会みたいのもある、色会じゃねえ、懇親会か、あるんですか、もちろん、もちろん写真会の後は展覧会の後とか、うん、親睦会やっておりました、はい、皆さん楽しく過ごしてますので、親睦会だけ参加ってのはダメだね。あ、それはちょっとダメだ絵を描いてあ、絵変わらなきゃ参加できないね、はいはい、親睦会だけ参加って人はいないですね。なかなかいないですね。それダメですね。そうなんですか。あと何、病院展もあるんですか。はい、病院展はね、はい、松代総合病院の中で展示するわけですけども、はい、2通りがありまして、全員が参加する常設展というのがあります。常設展ってやっぱりじゃあいつも展示したってこと。そうです、1年中、はい、1年中やってますけども、はい、約50点展示してあります。病院の中にそこら中に展示したんですか。そうです、1箇所にまとめて、全館いろんなところへ。ああ、2階3階4階各フロアに、フロアに病棟とかで、はい、ああそうですか、はい、まあ病院っていうところはちょっと殺風景で、うん、皆さん、そうですね、心配な方が来られるもんで、そうですね、元気の出る絵、明るい絵、分かりやすい絵を展示しております。あとその常設展と特別展というのもあるんですか。はい、特別展は中庭の後ろのところにある廊下へ 1,2 階へ、約、まあ、1ヶ月だけですけど、それはじゃあ年間通じてはなくて、なくて期間を決めて展示しております。約25点ぐらいですけど、毎年、期間を決めてやっております。患者さん喜ぶでしょう。いろんな方が見えられて、批評やらそれから飾ってあったよっていうのを連絡してくれますので、いろんな人見てきてくれております。病気の方がいらっしゃるんで心が和むんじゃないですかね。そういうことですね、だから気持ち悪い絵は飾らない。そろそろね、じゃあ明るい花の絵とか。そうですね、明るいね、元気の出る絵を、ね、元気の出る絵を、選んで飾っております。なるほどね、あとなんか心筋展っていうのもある、はい、心筋展っていうのは松代心筋のロビーで飾って、はい、4人1組で、はい、約1ヶ月間、でローテーションで全員が年間を通して飾るようにしております。まあ、銀行もちょっと殺風景ですので、絵を展示して、ね、明るい雰囲気を出して。これは何ですか、新聞のターンなんですか。このこれは第1回目の、新近展ですね。ほうほうほう、あ、そうなんですか、新聞にも載ったということなんですね。あとは一番 その大きな展示会っていうのは松代美術協会展ってなんですかね。はい、はい、松代美術協会展はこれは最初に申しましたように非常に歴史の古い、展覧会でございまして、今年も31日から4日間にかけて、展示まで含めて、4日間にかけて、行うわけでございます。はい、それでこれは一般の工房展ですので大勢の人たちが参加していただくと非常にありがたいと思うんですが、まずどうしても紹介したいのは、その第1回目の会長さんがこの方でございます。この方誰かに似てるじゃないですか。なんか宮林さん似てないですか。あ、宮林さんじゃない、これ宮林さんの子供さんじゃねえやな、お父さん、おじいさん、宮林さんがの、を産んでいただいたお父さんでございます。それでお父さんこの、はい、この、はい、絵ですが、はい、日本画なんですよね、日本画の、はい、で昭和20年21年ですか、
昭和21年に書かれた作品でございます。これがあの第1回第70回展の時に、収納されている絵でございます。なお、はい、この展覧会は、実はこの宮林さんのお父さんが創設期の会長であったわけですが、実はずっともっと古く、長野県では、大正8年、大正8年に小道会っていうのがございまして、小道会っていうのは小さな道の会と書くわけですが、あの自由が運動が盛んで、あの今まではどちらかというとお手本通りに描けば、あの、優秀な絵描きさんだということで言われてたんですが、そうではなくて今はあれですね、はい、その自分の考えもその絵の中に入れると、そうなんです、それがいいということなんですね。そこがね、もう本当に大事なところじゃないかと思うんです。今は皆さんもそういう絵を描かれているということで、はい、先ほど小皆さんが言ったように、はい、同じ風景を描いても、はい、一人一人が違うんですよね。そうなんですよね。やっぱり自分の気持ちが込められているということなんですね、はい、そういうことなんですが、ありがとうございます、はい、どうも。それでなお、はい、あのそれが、はい、一時あの戦争で、はい、ちょっと途切れたけれどもまた復活したということなんですね、はいはい、そうなんです。わかりました、ありがとうございます。まあ本当にね、もう時間も来てしまったので申し訳ありません。まだね、まだお話もどん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 ね、お話ししていただきたいんですけどもね、こう進行悪くてすいませんでした。時間もなくなってしまったけども、いやいやどうも、皆さん今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さん、ご苦労さんでした。どうもご苦労さんでした。大変だったですね、今日は。一協会さん、ねえ、どうですか、トラブル続きで。どうですか。え、私ですか、うん、絵心が全くありません。ありませんか、見てね、余計なこと言うだけ。あ、そう、はい、じゃあ今日はいい勉強になりましたね。勉強になりました、はい、では続いてですね、はい、4月の、17日、はい、ね、これも前にもあのお話し前、まちづくり研究会、はい、ね、これもね、真田丸に関係して、四軍を領した松代藩に関係するものをね、ちょっと宮下先生にやっていただきます。それ引き続いて、18日あれですね、箱膳をやります、真田邸で。いいですね、うん、金お一人様1800円です。安い、うん、こういうことをやります。はい、食べられるんですよ。1800円で多分ね、予約しないとダメですよ。もういっぱいだかもしれません。あ、残念、残念ながら、はい、お酒は出ませんのでね。はい、続いて今度はしだれ桜と小路巡り、はい、これもね、あの西条でね、青垣公園集まっていただいて、はい、これも回ります、はいはい、これもまたね、桜もちょっと遅いかもしれないけれども、ちょっとしだれ桜だからね、ちょっと残ってるかなっていうのはあるじゃないですか。そうですね、少し山の方からそうです、山の方行くからね、ちょっといいかなというふうに思います、ね、はい、ぜひご参加いただければと思います。はい、お願いいたします。ということで、来週皆さん、はい、来週はですね、はい、あ、また宮坂さんだ。私じゃないです、うん、何やるの、何、ちょっと読んで、そういうことを言っちゃいけません。そう、私おめでにならせてるからそう、はい、真田宝物館のね、はい、あの学芸員の溝部さんに、はい、おいでいただいて、はい、宝物館の活動についてね、お話しいただくんですよ、うん、え、武士の魂とかって今日やってるんですよ。あ、そうなんですか。そう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 。あ、すいません。じゃあ三田さん、あのパーソナリティやる、うん、難しい。これちょっとお聞きしてね、はい、ぜひお願いしたいと思いますが、はいはい、読めないよ、うん、はい、ということで、はい、来週ね、何やるんですか、うん、来週はお話は、お話、はい、だから大学専門官の人に、はい、真田家のね、はい、刀剣
って言うんですよ。そうですか。いや、それと東照宮っていうのの話を聞くんですって。はい、わかりました、ね。来週楽しみですね。はい、よろしくお願いします、ね。どんな風になるかね。なんか大丈夫かって言います。いや、足が入ってるけど。パーソナリティ大丈夫です。ということですよね。あの、はい、まあね、来週までにちょっと見ていただければ、ね、こちらの方から、はい、さっきからヤジ飛びっぱなしじゃないですか。うん、大丈夫です。はい、そんなことでお聞きすればいいと思います。はい、よろしくお願いします。来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。